さんこんにちは。JAXA 宇宙飛行士の若田です。今日は12月25日クリスマスです。12月21日それから、昨日の24日と、2日間にわたって船外活動を行って宇宙ステーションで故障した、冷却装置ポンプモジュールの交換を行いました。私は船外活動をする宇宙飛行士たちがここでその船外活動用の宇宙服を着て出ていく時の準備を支援したり、またロボットアームを使って船外活動を支援しました。地上管制局の皆さんが素晴らしい手順を作ってくれて、そして準備をしてくれました。チーム全員がその持ち場持ち場で力を発揮して素晴らしい仕事をしてくれたおかげで、ポンプモジュールの交換作業も無事に終了することができました。私もこの大きなチームの一員として作業に参加できたことをとても嬉しく思っています。冷却装置が回復したことで、これからまた実験、観測、いろんな宇宙ステーションの利用の仕事が忙しくなっていきますけれども、今日はクリスマスの一日、みんなお休みをいただいてますので、ゆっくり休んでまた明日から頑張りたいと思います。メリークリスマス。